西武田城は福岡県筑後市に存在した日本の城。鹿児島県薩摩仙台市の西武田にも西武田城があったが、これは別のもの。皇帝筑後市に水間郡、西武田村にありと見え、現在の筑後市西武田流地区にあったと推定されているが、正確な位置については諸説ある。城の規模や形態について同書は東西35件。 南北に25県の平城なりとしている。筑後市文化財調査報告書、西村博氏元寺遺跡は、西村城市を中心に、西村監氏、本村監氏、西小賀監氏、久保監氏、八吉和坂拓宅氏など、西村市関連の巨漢氏が存在することを紹介している。家庭年中、西村矢次郎家綱が、鎌倉幕府の命を受けて、伊豆国三島より、 筑後国水間郡西武田村に自当として赴任し、西武田城を築いたとされる。室町時代の西武田氏は、文後国大友氏参加のいわゆる筑後十五条の城主の一人であった。筑後の国人領主に対する大友氏の支配は、可憐中級を極めた。大友氏は、両国中どこで、戦いが始まっても彼らに出兵を命じ、筑前国、非前国、非後国は、 愚か無禅国や、日向国の奥地までも従軍させ、南西北伐に借り立てている。また、民間、ジョイ、家督相続、城の移転、改造等についてすべて大友家の採火を得なければ、ならないだけでなく、大友家発行の赤視なしには、他国はもちろん自国内ですら自由に通行が、できなかった。西田氏は、かかる大友氏の支配に対し、 しばしば反旗を翻している。天文3年9月には、西村晴馬守親子と、親父夫子が、他の畜後国衆と共に、大友氏に背き、その大軍と戦って討ち死にしている。また、天文19年にも、西村たちに豊かが、反王友の軍事行動を起こし、鎮圧されている。天正6年、非善を平定した。 佐賀の竜造寺氏が地区へ進出してくると、西武ちに豊は、大友氏の参加を離れて、竜造寺方に参陣したが、大友氏からはさらに激しい攻勢にさらされるようになった。天正七年、西武ちに豊は新たに堅固な本拠地として、精神上を築き、そこに移った。地区支し文化財分布地図地区ごし公式 HP、杉山忠だ 皇帝畜五四二百二十五ページ。地区五市文化財調査報告書。西武田広元で来席二ページ。杉山忠仲、皇帝畜五四二百四十八ページ。矢野和貞。皇帝地区五国市中間百十三から百十六ページ。吉永正春。地区五戦国市十八から十九ページ。吉永正春。地区五戦国市十七から十八ページ。江崎達夫。 地区語武士120から121ページ。ありがとうございます。